このコーナーは海外のファンが日本に来た時行ってみると楽しいビジュアルスポットを紹介するコーナーだよ。ミク君のおすすめスポットはどこ？今回は東京のライブハウスの老舗中の老舗、目黒鹿鳴館を紹介するよ。鹿鳴館聞いたことある。そうそう、とにかくすごく歴史のあるライブハウスなんだ。1980年からライブハウスとして営業を始めたので、なんと来年で30周年。すごい。ってことは30歳ってこと？ミジよりもずっと年上だ。そうなんだよ、僕が生まれるよりもずっと前から営業してるなんてすごいことだよね。アンカフェも昔出たことあるんだよ。それでどんなバンドが鹿鳴館でライブをしていたの？もうきら星のようにすごいバンドばかりで、 X ジャパン、ルナシーをはじめとして、グレイ、マリス・ミゼル、最近ではムック、メリー、ギル・アングレー、シド、ガゼット、数えきれないくらいのバンドがこのステージに立っているんだ。へえ、ビジが知ってるバンドもたくさんいたよ。ところでスケジュールはどうやって知ることができるの？ホームページもあるし、こういうフリーペーパーもできてるから、これをゲットするっていう手もあるね。あ、今日のスケジュールも載ってる。あれ、ビジュちゃん何してるの？ミク君、今日面白そうなライブやってるよ。ビジュとデートじゃなくて、見に行かない？今日はこれからリハーサルなんだ。ごめんね。嘘、つまんない。